クロードは神のもとへと続く道を見つけた。神の力を借りるため道をたどる。割れたつづらが開き、クロードは鬼の宝を手に入れた。儀式は防がれ、高間ヶ原への扉は閉じた。だが、新たな儀式がすでに他の地で始まっていた。クロードはその地を探すべく出立する。地獄に落ちろ。一つ目の儀式を止めたが、まだ戦いは始まったばかりだ。鬼が一歩進むたび、大地が揺れる中、クロードは静かに戦の備えを。神のもとへと続く道が開いた。クロードは感謝の気持ちとともに道を進む。闇ガラス。ついてこい。こっちだ。この巻物、何を書いたものだったか。最後の儀式を止め、クロードはふうと安堵の息をついた。しかし神はささやく、さらに強大な敵が残っていると。迷いはございません。イオの儀式の周りを多くの蛮兵が囲っていた。
クロードはあやつら全て倒さねばならぬ。鬼は全て倒され、儀式は潰され、般若の企ては実を結ばずに終わった。クロードの勝利だ。神々は解き放たれ、常の暮らしが取り戻す。